こんにちは、ベビチューブです。買い物や公園に遊びに行ったり、ママ一人で3人連れてのお出かけが大変。3方向にもブワーって走っていっちゃうんだよね。わかるわかる。ママの目の届く場所にしか連れていけないよね、うん、危ないからね、兄弟年が近いってこともあるかもしれないけど、ある程度の年齢になると楽になるかもしれないね。そうだね、呼びかけ1回で聞かないことが多いから大変。例えば着替えなさいって1人3回ずつ言うとしたら、9回同じことを言うことになるんだよね。毎日口癖のように言ってるからわからないけど、これ以上言ってる可能性もあるよね。あるある。子供にとっては BGM なのかもしれないよね、確かに。いつも誰かが喧嘩してるから大変。こっちの2人が喧嘩してると思ったら、今度はもうあっちの2人が喧嘩してるんだよね。そうだよね、同じのが欲しいとか、些細なことで喧嘩しちゃうんだよね。喧嘩してる姿を見ることが多いから、子供同士で仲直りしていたり、仲良くみんなで遊んでる姿を見るともう微笑ましいね。そうだよね、特に同時に病気になった時が大変。ママ一人では同時に抱っこできないから、あっちに抱っここっちに抱っこって。病気の時って子供もきついから機嫌が悪くて大変だよね。かといって順番に病気になるのもね、長期療養が必要な病気だと1ヶ月休んだってこともあるから、日頃から対策をしていかないとね。そうだね、この他にも大変なことはたくさんあります。もちろん子どもの性格や年齢、人数によって大変なことも違うかもしれませんが、大変なことがあるからこそ嬉しいことやいいこともあります。それがあるからママたちは頑張れるんだよね。そうそう、